ユニコーンに乗って第1話。今をときめく永野芽郁さんに杉野遥亮さん、そしてそのマスクと演技で数々の女性を魅了してきたであろう西島秀俊さんが織りなす大人の青春物語がついに始まりました。出だしからキャンパスをかける永野さん演じる佐奈がいたり、その手を取る杉野さん演じる甲がいて、完全にそういう青春恋愛ドラマかと予想してしまいましたが、そこから佐奈が CEO になっていて、どちらかというとお仕事ドラマのような展開の第1話でしたね。早くもツイッター上で、これは今後期待しちゃうや、オフィスや衣装がおしゃれで可愛いと注目度の高い作品ですし、これからどんな展開になっていくのかが楽しみです。次回は無事サナが CEO を務めるドリームポニーに採用が決まった西島さん演じる小鳥ですが、さすがのサナも少しイライラしてしまうみたいですね。イライラしながらも彼女たちは仮想空間に誰もが無料で通えるバーチャルスクール、スタディーポニーキャンパスを作るために奮闘するみたいです。その開発のためにベンチャーキャピタルの担当白金から追加投資の条件として新規ユーザーを20万人獲得しなければならないみたいで、なかなか苦しい状況もあり、どう乗り越えていくのか気になりますね。今はサナのビジネスパートナーとして支えているコウは、短期間でユーザーを増やすために、なんと元カノのインフルエンサー、リンカの協力を仰ぐということで、社内恋愛禁止の社内がざわつきそうでワクワクします。予告映像では、サナの憧れの人で、広末涼子さんが演じる羽田が、小鳥と森林で接近するようなシーンが映っていて、まさかそこもややこしい関係になっていくの?と、あれこれ妄想が止まりません。仕事一筋のサナに恋の兆しは訪れるのか、それはコウなのか小鳥なのか、これから起こるそれぞれのシチュエーションや表情を見逃せませんね。スタートアップ企業やユニコーン企業と初めて聞くような単語があったり、IT で常識を変えるみたいな話もあり、ちょっと難しいかなと思っていましたが、全体的にポップだったので、人の感情に集中できて安心しました。主人公サナが若手起業家として大切な仲間、そして年の離れたおじさん部下の助けもあって、人としても会社としても成長していく的なお話だとは思うのですが、恋愛話への伏線もしっかりありましたよね。まず、コウはサナのことが大好きなのがダダ漏れで、同じ会社の創立メンバーであるジローと一緒にニヤニヤしちゃいました。自分のやりたいことを実現しようとしてくれる仲間がいるのって本当に素晴らしいですが、コウのようなイケメンに心配されたり、ちょこちょこコーヒーを出されたりしたら、ときめきすぎて仕事にならないなぁと思ってしまいました。ドリームポニーの社内は、新しい夢ある会社という感じでキラキラしていましたね。サナがダメになるクッションに横たわった時は、今やこんな風景が普通なのかと衝撃でしたが、やろうとしたことを一つ叶えてうまくいって、その後どうするのかはすごく頭を抱えるところですよね。そこに新しい風を入れてみてもいいかもと言った子はグッジョブでしたが、まさかライバルになりうる強敵を招くことになるとは、公的には思いもしなかったでしょう。それにしても、サナが昔、図書館で取ろうとしてた本を取ってくれたのって小鳥じゃないかなぁと思いました。だとしたら、なんかすでに運命は
小鳥に向いているような気がしますし、心配してくれるだけではサナの心は動かない上に、長年ビジネスパートナーとしてやってきたら、その関係は壊しにくいんですよね。小鳥のキャラはなんかキュンときますし、昇進しきっているところで自分の理念に共感し、私の新しい夢になりました。あなたがいたからです。なんて言ってくれたら、コロリですよね。しかも、会社での新メンバー紹介写真で、ジョブズの格好を真似てくるとか、愛おしさ大爆発で心奪われましたし、社内の誰よりもやり手に見えていて大爆笑でした。もう一人の新メンバーになったエンジニアで現役大学生のカイトも、なかなか面白いキャラで目を引きましたね。確かにコミュニケーション能力は皆無ですが、そんな技術畑の人が自分の会社に興味を持って、ここでなら働けるかもと思ってくれただけで、なんか嬉しいですし。彼の自己 PR は下手な言葉よりも説得力があってよかったですよね。ある意味、分け隔てない接し方なので、小鳥との相性も良さそうで、二人一緒にどう成長していくのか、今からすごく楽しみです。羽田はテレビでよく見る感じの時代を切り開こうとしている人物という感じがひしひしとしましたが、最後は結構攻めた服装で、半分ミニスカートの足ばかりが気になって、サナのプレゼンが耳に入ってこなくなるところでした。仮想空間というのは馴染みがない人にとっては何が何だかわからないと思うので、ここからその発想をどう現実化していくのか気になります。そう考えると、もともと図書館っ子で勉強はしていたでしょうが、羽田との出会いがあり、IT を使って教育の幅を広げようとし、ここまでの発想を生み出すに至ったサナの努力はすごいなぁと感じました。それを一番近くで見ていたはずなのに、いいところを小鳥に取られてしまった甲が、早くも不憫で仕方ありませんね。若いエネルギーが溢れ起業するのは、正直素晴らしいことだと思いましたし、自分らしく生きられて仕事もできれば何の問題もないとは思います。でも確かに学生の遊びと見えなくもないのは事実だと思いました。思わず飛び出したにしても、おしゃれだったとしても、相手の会社に T シャツ、デニム、トートバッグで行くのはいかがなものかと思ってしまいましたね。若い起業家にとって、まだまだ取引相手は自分より年上の方も多いでしょうし、そこは少し気を使い、大人サイドはどんな格好で来ても、こんな人もいるんだなぁと認め、歩み寄れるような社会の縮図を、このドラマの中だけでも期待できそうだなぁと感じました。夢を叶えるために動く中で、仕事も恋も全力でやっていく。まさに大人の青春物語の始まりに、これからドキドキそわそわしていきそうで、次回も見逃せませんね。では、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。